じゃあ皆さん、こんにちは。ちょっと寂しいですけども、私、伊豆の修練寺からやってきました、三森と申します、よろしくお願いいたします。まあ、こんな格好してるんですが、よく言われる本職はバスでしてます。どこのバスなのか聞かないでください。よくこの会話走ってるみたいなんで、たまに私、屋敷者が走っておりますので、見かけたら手振っても振らなくてもいいです。ああ、ここで歌ってた人がいたんだなという、ことだけ覚えていただければいいと思います。今日は一応30分ステージいただいたんですけど、まあ、ちょっと声がね、今こんな感じなんで、2日ぐらいずっと風邪ひいて扁桃腺で具合悪くて、ほとんど練習できないまま今日この日迎えちゃったっていう、すごいことになってるんですけども、まあ、ちょっと喉の方と相談しながら、まあ、2、3曲歌ってみたいと思います。まず最初の曲は、伊藤のうざみをテーマにした、ラブソングで、夏色の季節という、まあ、まさに後ろが伊藤の海にぴったりな曲だと思います。僕修練寺なんで、まあ、あくまでイメージだけで作った曲なんで、ちょっと合ってるかどうか分かんないですけど、聴いてください。夏色の季節です。Thank you.
ました。ちょっと声がガラガラなんでちょっと許可あんまりできないんですけども、ちょっと一回飲ませてください。じゃあすいません、次の曲は、また、伊東のご当地ソングなんですけども、伊東に住んでる方はこの通り多分知ってるんじゃないかと思いますが、キネマ通りご存知ですか？なんでキネマ通り歌にしたんだって言われるんですが、一応キネマ通りをテーマにした失恋ソングを作ってみました。はっきり言って伊東の質問は受け悪いです。なんか宍戸通りとかもっとまともな曲作れとか言われたんですが、ちょっと暗めの曲ですが聴いてください。キネマ通りです。
もありがとうございました。キネマドッグです。糸の方分かったでしょうか。暗い歌になってしまってすいません。もっと明るい歌にするつもりだったんですが、じゃあちょっと私やガレッジ人喉痛いので、とりあえず今回あと1曲ということにさせてください。最後の1曲はちょっとお客さんが固まっちゃっているのでぶきらぼうな歌を歌いたいと思います。私がよく、演奏会で歌う曲でルート136という曲があります。ありがとうございます。国道136号線の歌なんですが、なぜかここの前を通っているのは国道135号線でございます。でも国道135号線の歌がないんです。ただ単に、要するにあの女の子と国道136号線をデートして出演しちゃうという、まあ、そういうストーリーの曲なんですが、まあ、地名がバリバリ特に西伊豆方面までよく出ますので、よかったら聴いてください。ルート136です。
の指摘でした。声からからですいません。さあ次のデリデリ田中さんが楽しみです。じゃあどうもありがとうございました。